近じゃ。森永卓郎曰く、大阪万博やめようぜ。ヘレイじゃ。私も大好きな正義の予言者森永卓郎66歳が柿花正しあなたとハッピーとかいうラジオに出演し、生出演し、建設遅れ、諸外国逃亡、キャラめちゃキモ、メタン爆発などで問題化している関西万博についてついに物申したんだけど、すでにメキシコ、エストニア、ロシア、ニウエ、アルゼンチンが撤退を表明してて、建設事業者が決まっていないのが11カ国超グダグダ状態に、さすがの痩せた悲しい森永氏も他も父として進まない。何が起こっているといえば、大阪万博に対して各国がやる気ないわけと切り出し、男女のデートに例えば3時ねと言ったら愛情があると2時半とか2時とかでも待ってる。こいつもういいやと思うと、だんだん来る時間が遅くなって、時間を守らなくなり、やがて全く来なくなる。これが関係が冷めた時の大きな特徴と、愛情が冷めた状態に例えた。カチュメン。そう、これだけドタキャンとか何も決まってないってことは、諸外国は万博という異性をどうでもいい存在だと森永氏は言うのだ。そんで森永氏はついに言っちゃう。なぜ建設が進まないのかというと、大阪関西万博つまんねえじゃん、出たって意味ねえぞというのを世界が思い始めているということと言ってまう始末。さすがに柿花アナが、本当に？と本当です、だって目玉がないんだもんと言ってしまった。いやいや、万博には木造リングもあるし、あのミャクミャクさんも大注目だ、殺してくんとか、出来損ないなんてあだ名つけられて、さすがに炎上しすぎて、先日そのデザイナーさんが SNS アカウントを消して逃亡しているだけじゃない。なんとあの RX78 実物大ガンダムが展示されるというのだ。そう、3月横浜市で展示された動く実物大ガンダムがなんと展示されるとか。ただ資材だけってことでガンダム動かないらしい。こいつ動かないぞ。そんで森永氏は1970年の大阪万博で超話題だった月の石について、月の石はあったし、体を洗ってくれる全自動体洗濯機もあったし、携帯電話が初めて使われたのも大阪万博だったし、もっとすごいのは回転寿司が初めて出たのも大阪万博、世界の文化になってるんですよと熱く語った。今回の万博は目玉が何もないのに、ミャクミャクの目玉が多いのは皮肉なのかな、かわいちょ。さらに森永氏、入場料が6000円か8000円か知らないですけど、その金を払うのとユニバーサルスタジオジャパンに行くのとどっちがいいですかって、ユニバ行くんですよみんなとも言っちゃうします。1996年開催予定だった世界都市博覧会を中止した青島幸男東京都知事について、今から振り返ると当時は何も思わなかったですよ。青島幸男は偉かったなって思う。同じような状況で世界都市博を中止したわけですよ。吉村さんに言いたい、今からでも遅くないからやめようぜと、嫌われている女性を追いかけ続けてもろくなことにならないと言っちゃったのよね。あ、セロンティー飲んでくるわ。さらにヘリクツをひろゆきもと言ったで、昨今万博の会場予定地の夢島で約76回の安全に支障をきたす喉のメタンガスが発生していたことを引用し、あの怪我人が出る前にメンツを捨てて大阪万博を諦める勇気も必要だと思います。日本人は騙せても外人に何かあったら国際問題とツイート。そう、メタンガスだけならまだしも、最近になってあのウーコみたいな匂いのする硫化水素すら万博予定地から発生してて、うっすらウコの匂いフランシュとも言われておるんですわ。そう、日刊現代さんがこんな万博は嫌だと、さすがお笑いの本場とでも言おうかって記事にまでしてて、メタンガスの資源取り放題って話なんですが、一応ね安全対策はしてて、換気設備の設置やガス濃度の測定公表などの対策をしとるんだけど、今度は匂いよ、しかもウコンの。そんで硫化水素って言ったら、あの卵が腐った匂い、もうあかんわ。14箇所で検知したんだとさ。ちなみに硫化水素は0.3ppm で匂いを感知して、実際感知したのは 1ppm 超え。ああ、マイルド。しかし日本にはファブリーズがあるってな感じで、もうやめよう。だってね、森永氏は日本維新の会は大阪万博なんかどうでもいいんです、維新がやりたいのはカジノであって、万博はカジノ建設のための理由なんです。だから万博なんかやめちゃって、最初から維新にカジノを作らせれば税金の無駄遣いは大幅に縮小できますとか、過去にラジオで発言したり、万博は維新がカジノを実現したいがために持ち出した隠れ蓑です。カジノのためにシャトルバスを通すためのトンネルとか地下鉄の延長などまで含めた莫大なコストが大阪市民に大きく降りかかっているんですと言ってるのよね。こんな賢くて激安で命を懸けてこの国を心配してくれてる賢者の意見を誰も聞かない。なのに大阪ってアホだから、吉本芸人を番組でイエスマンに仕立て上げて維新をよいしょしまくってるのよね。カジノなんて作ったら大変なことになるぞ。まあそんな感じだけど、戦闘員諸君は万博に行きますか、それとも USJ に行きますか。私はニスタリゾート神戸に行くのが夢ですってことじゃん。
ゃじゃじゃじゃチャンネル登録チャンネル登録じゃんじゃ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 らじゃチャンネル登録チャンネル登録チャンネル登録